バンテリンドーム名古屋です。オールセントラル対オールパシフィック、このゲームの模様をお送りいたします。オールセントラルの先発は右の戸郷、対するオールパシフィックの先発は右の種市、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の戸郷、オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは外崎。第9球投げた、初球打った、センターへ上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番近藤。背番号3。第9球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球ストレートはボール。第3球を投げました、打ちました、1・2塁間へ、マーキー取った、1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは松本。背番号7。第9球インハイ見送ってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、取りました。これで3アウト。戸郷、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。右の種市、オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからオールセントラルの攻撃に入ります。トップバッターは関根。第9球ボール。第2球投げました、外れた、ボール。投げた、打った、1・2塁間への当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番佐野。第9球初球空振り、146キロストレート。第2球低め、外れてボール。投げた、見送ってボール。第4球を投げた、打った、流し打ち、三塁線抜けた、レフトからセカンドへ。佐野、ツーベースヒットを放ちました。オールセントラル先制のチャンスを迎えます。第9球投げた、初球外れてボール。第2球投げた、高めボール球打った、レフトへのフライだ、取りました、ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第9球投げました、アウトコース低め、ツーシームは外れてボール。投げました、2球目空振り。投球はこれから3球目、打ちました、ファール。第4球は打ちました、切れていきます、ファール。さあ、5球は5球目、低め、空振り三振。さあ、リプレイです。オールセントラル得点圏にランナーを送りましたが、先制点を挙げられませんでした。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の表、これからオールパシフィックの攻撃に入ります。先頭バッターは柳田。第9球投げました、変化球ストライク、インハイへ、思い切って振っていきました。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、1球外してボール。第4球を投げた、ボール。さあ、投球は5球目、投げた、打った、ファールボール。次は6球目、投げた、打ちました、ファール。
投げた、縦のスライダー、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げた、1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。さあ次の投球投げました、ボール。第3球を投げました、引っ張った、ファール。第4球は高め、外れてボール。第5球投げました、これは引っ掛けた、サード落下点に入りました。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番栗原。第1球投げました、初球空振り、初球空振りから投げました、打ちました。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った、ご注意ください。さあ5球目内角際どい球、ボール。投げた、打ちました、ショート左横のフライになりました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。戸郷この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからオールセントラルの攻撃に入ります。この回のトップバッターはマーキー。第1球投げた、真ん中にストライク。第2球ボール外へ。第3球を投げた、外角低め、ボール。第4球を投げました、打った、打球はショートの左、源田ボールを取る、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番中田。第1球決まった、ストライク、バットが空を切りました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、決まってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、インコース、外れてボール。第6球はアウトコース低め、空振り三振、低めの変化球にやられました。バッターは指名打者宮崎。第1球投げた、初球空振り、思い切って振っていきました。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。次が4球目投げた、インロー際どい球、ボール。投球これから5球目打ちました、ピッチャー返し、抜けた、宮崎ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第1球投げた、見送ってボール。第2球、2球目空振り。第3球はあっと引っ掛けた、セカンド前方のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。1塁ランナー宮崎残塁に終わりました。2回が終了しまして0対0です。オールセントラルピッチャーを交代します。マウンド上は田口。オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。第1球初球空振り。さあ次の投球投げました、サークルチェンジャー、ボール。投球は3球目投げました、縦のスライダー、ボール、アウトコースへ。第4球を投げました、アウトコース高め、ボール。さあ投球は5球目投げました、打った、抜いていった、頓宮いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。
第1球投げました。ボール。第2球投げた。空振り。少し意識しすぎたか。第3球は外角へストライク。追い込んでいます。第4球を投げた。打ちました。次が5球目。打ちました。引っ掛けた。1、2塁間のゴロ。1塁はアウト。オールセントラル先制のピンチを迎えます。第1球投げた。初球から打ってった。中田交代。これはファースト間に合いません。ファールボール。打った。引っ張った。左へ切れた。ファール。アウトロー。外れてボール。第4球は外れた。ボール。さあ投球は5球目。アウトローの初球はボール。さあ6球目投げた。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げた。打ちました。初球打ち。ライトへ上がった。ライトバックしていった。取ってこれで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。オールセントラル、この回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって0対0です。オールパシフィック、ピッチャー交代です。マウンド上ピッチャーはスモール。オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。初球見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。見送ってボール。第3球を投げました。打ちました。さあ4球目ボール。投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。1、2塁間へ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って関根。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。見送ってボール。投げました。内角低め見送ってストライク。投げた。打った。次が4球目投げた。打った。強い当たり。入れば先制だ。伸びた。伸びていった。ギリギリ入った。ホームラン。先制ホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。オールセントラル1点先制。1対0。今チームメイトが迎えます。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは2番佐野。第1球投げた。初球空振り。オールパシフィック、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。インハイへ。変化球ボール。第3球を投げた。ボール。オールパシフィック、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げました。これはちょっと抜けました。第5球投げました。打った。これは強烈。さらに伸びていく。ライト交代。ダイレクトフェンスに当たった。中継。佐野、いいバッティングを見せました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは秋山。オールセントラル追加点のチャンスを迎えています。投げました。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。おっと入った。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは4番岡本。これが2度目のバッターボックス。第1球アウトコース低め。ストレートは外れてボール。第2球打ちました。第3球を投げました。打ちました。ファール。追い込んでから第4球を外角低め。外れてボール。第5球投げました。おっとこれ当たった。デッドボール。バッターは5番マーキー。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球を打ちました。ライトへの打球。ライト
みました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、ボール、オールパシフィック。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、外れた、ボール。第3球を投げた、打った、オールパシフィック。ここは引っ張りに警戒します。次が5球目、投げた、打った、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが取りました。これで3アウト。序盤終了しまして3対0、オールセントラル、まずは先制しています。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは近藤。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。投球これから2球目、2球目空振り。投球はこれから3球目、打ちました。第4球を投げた、アウトコース低め、見逃し三振。バッターは3番松本。第1打席は内野フライに倒れています。投げました、初球を打った、サード左横のゴロ、あーっと送球それた、サードのエラーが記録されます。バッターは4番柳田。第9投げました、ボール。投げました、スライダー空振り。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げました、おっとデッドボール、これはデッドボール。第9真ん中ストライク、1球目空振りから低めの変化球、ボール。第3球を投げた、空振り。さあ4球目、打ちました、切れていきます、ファウル。さあ投球は5球目、ボール。次が6球目、投げた、流し打ち、どうだ、ファウルボール。第7球を投げた、打ちました、ショートバウンド、ボールを取った、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。オールセントラル、ダブルプレーでピンチをしのいでいます。4回の表が終わって3対0です。4回の裏、これからオールセントラルの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者宮崎、投げた、ボール。第2球投げた、直球ストライク、インローへ。第3球を投げました、直球ストライク、インコースへ。投球これから4球目、打った、ファールボール。第5球投げました、打ったいい当たりだ、破っていった、宮崎ナイスバッティングです。オールパシフィック、ピッチャーを交代します。右の山崎、オールセントラル相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、初球から打っていった、打球は三遊間へ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウト、ランナーなくなりました。投げました、見送ってボール。第2球アウトロー空振り。第3球を投げました、打ちました。次は4球目、投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、トング掴んだ、トング一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。4回の裏が終わりまして3対0、オールセントラル、この回無得点です。オールセントラル、ピッチャー交代です。マウンドに上がったのは清水。まずは立ち上がりに注目しましょう。5回の表、3点を追いかけます。オールパシフィックの攻撃、先頭バッターは栗原。第1打席は内野フライに倒れています。打った、ファード左へのゴロ、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番トング、今日2度目のバッターボックス、高め外れてボール。第2球投げた、ボール、低め。
第3球カットボールはストライク。第4球を投げた、ストライク。インコース厳しい球、追い込んで投げた、ボール。投げました、アウトコース高め、空振り三振。バッターは8番源田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球投げました、打ちました、初球打ち、内野ゴロ。サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。清水三者凡退に抑えています。5回の表が終わって3対0です。オールセントラル、この回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスはトップバッターの関根、今日3打席目。第2球投げました、直球ストライク、アウトコースへ。早くも追い込まれています。第3球を投げました、1つ外した、ボール。第4球はインコース低め、ボール。第5球投げました、おっと当ててしまった、デッドボール。左バッターボックスは2番佐野、投げた、初球はストライク、いきなり158キロ。第2球投げた、直球見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから関根、走った、三振、キャッチャー二塁へ、これは楽々セーフ、盗塁成功です。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ、投げた、打ちました。投球これから2球目、2球目空振り、伸びのあるストレート。追い込んで投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、低め際どい、ボール。投げました、ボール。第6球を投げました、打った、痛烈な当たり、ランナー2塁に戻ります、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打った、投球はこれから3球目、低めボール、抜けました。投球これから4球目、ボール。2塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、2塁はセーフ、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、レフトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、素晴らしい一発をベンチも祝福。さあリプレイです。バッターは5番マーキー、今日はショートゴロとライトフライ。第9球投げました、初球を打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。5回までが終了しまして5対0、オールセントラルリードを5点としています。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは若月、投げた、真ん中にストライク。さあ次の投球、見送ってストライク。第3球を投げた、縦のカーブ、ボール、外角へ。次が4球目、投げた、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球投げた、ボール、高め。第6球を投げた、打ちました、ファールボール。第7球を投げました、ボール。第8球を投げました、148キロ、直球、空振り三振。打順は1番に帰って外崎、今日はセンターフライとライトフライ。第9球アウトロー、ストレートは外れてボール。第2球投げました、打ちました、岡本下がっていった、これはサード間に合いません、ファールボール、ボール。第4球は打ちました、ライトへのフライだ、関根取りました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番近藤、今日はセカンドゴロと三振。初球を打った、これは内野ゴロ、アウト。
中田自らベースを踏んで3アウト。清水三者凡退無得点に抑えています。6回の表が終わって5対0です。6回の裏、これからオールセントラルの攻撃に入ります。先頭バッターは中田、今日は三振とライトフライ。第9球投げました。初球スライダー空振り。オールパシフィック、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、流し打ち、切れていきます、ファール。投球はこれから3球目、ボール、内角高め、投げた、アウトコース低め、外れてボール。第5球投げた、打った、センターの左にボールが上がっている、センター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の宮崎。第9投げた、1球目ストレート空振り、いきなり158キロ。第2球ナックルカーブ見送ってボール。投球は3球目、投げた、打ちました、いい当たり、破った、宮崎いいバッティングを見せました。バッターは8番大城、今日はセカンドフライとサードへの偵察だ。1球目ストライクから第2球ボール。投球は3球目、投げた、アウトロー際どい球ボール。次は4球目、投げました、打ちました。次は5球目、投げました、打った、いい当たりだ、左中間のフライ、抜いていった、宮崎二塁決定、三塁へ、大城ツーベース、今日初めてのヒットになりました。バッターは9番長岡、今日はセカンドゴロとファーストゴロ。第2球投げました、内角球空振り、投げました、ボーカーストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を打った、これは内野へのフライだ、掴みました。これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第9変化球ストライク、アウトローへ。第2球これも空振り、バッター追い込まれました。投球は3球目、投げました、外れた、ボール。第4球を投げた、フォーク、空振り三振。6回の裏が終わりまして5対0、オールセントラル、スコアボードに0が入ります。オールセントラルピッチャーを交代します。右の山崎、オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、ストレートはボール。第2球投げた、外角球空振り。投球はこれから3球目、打った、長岡ボールを掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番柳田、今日は三振とデッドボール。初球高速シンカー空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、低め外れてボール。投球は3球目、投げた、ツーシームはボール。第4球を投げた、低めの変化球ボール。第5球投げました、打ちました、抜けた、柳田ナイスバッティングです。バッターは指名打者中村、今日はファールフライとセカンドへの偵察だ。第2球外角ボール。第3球を投げました、インコースいっぱいストライク。追い込んで第4球をインコース空振り三振、インコースの変化球でスイングアウトを取りました。初球から打ってった、破った、中継、栗原いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。チャンスをものにできるか。初球決まってストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、渾身のストレート空振り。第3球を投げました、見送ってボール。
第4球を投げました。カットボールはボール、外へ振り返って二塁牽制球、第5球投げた、打ちました、ファール。第6球は打った、痛烈な当たり、三遊間へのゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2者残塁、7回の表が終わって5対0です。オールパシフィックピッチャー交代です。ここでマウンドに上がったのはオスナ。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球投げた、低め、ツーシームは外れたボール。第2球投げた、低めの球空振り。第3球を投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたがライト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番秋山、今日2打点を挙げています。投げた、初球ツーシーム空振り、いきなり154キロ初球空振りからストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、内角ボール。次が4球目、投げました、チェンジアップはボール、低め。さあ5球目ボール。第6球を投げました、変化球空振り三振。ピンチヒッターは中野。第1球投げました、初球引っ張った、打球はライト右へ、ヒット打ったバッター一気に二塁へ向かう、バッターランナー二塁でストップ、中野ツーベースヒット。オールセントラル、さあチャンスをものにできるか。第1球投げました、打ちました、ショート右への打球、源田取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。オスナやりました。オールパシフィック、このまま勢いをつけたいところ。さあここは守備を変えてくるようです。8回の表、5点を追いかけます。オールパシフィックの攻撃、この回の先頭バッターは源田、今日はファーストゴロとサードゴロ、変化球ストライク、アウトコースへまずは入れてきました。第2球投げた、低め、カットボール外れてボール。第3球打った、第4球を投げた、打ちました、内野ゴロ、長岡ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番若月、ここまで2三振といいところがありません。初球すっぽ抜けボール、投球これから2球目、打ちました、1・2塁間への当たり、木南掴んだ、1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。代打は安田。第1球外角高め、直球は外れてボール。第2球アウトコース高め、ボール。第3球を投げた、真ん中見逃してストライク、投げた、ボール。次が5球目、投げた、高速シンカー空振り。投球はこれから6球目、打った、木南ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。山崎3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって5対0です。さあここは守備を変えてくるようです。8回の裏、これからオールセントラルの攻撃に入ります。トップバッターは中田。第1球初球打ち流した、ファール。オールパシフィック、ここは引っ張りに警戒します。第3球を投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げました、外れた、ボール。第5球投げました、インコース外れてボール。次の球がラストボール、チェンジアップ、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは DH の宮崎、ここまでヒットは3本、打ちました、初球打ち、レフト方向へ持っていきましたが近藤掴みました。これで2アウト、ランナーありません。
バッターは8番大城、これが4度目のバッターボックス。さあ次の投球、ストライク。追い込んでから第3球を一つ外してボール、投げました、打ちました、抜けた、大城ナイスバッティングです。バッターは9番長岡、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げました、打った、第3球を投げた、打ちました。投球これから4球目、チェンジアップはボール。さあ5球目、打ちました、センターへの打球、センターバック、これはヒットになります。中継、長岡ツーベースヒットを放ちました、初安打。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。第9球ボール、投げた、2球目空振り。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、ストレートはボール、インローへ。第5球投げた、打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、センター交代、掴んでこれで3アウトになります。オスナ見事に流れを断ち切りました。オールパシフィック、このまま勢いをつけたいところ。バッターは代打杉本、第9投げた、見送ってボール。さあ次の投球、投げました、高め、高速シンカー、外れてボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、決まってストライク。第5球投げました、打ちました、中田取った、一塁送球、山崎取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター中村晃、背番号7。第9投げました、外側決まってストライク。初球ストライクから、投げた、見送ってボール。第3球打った、ピッチャー返し、そして今拾い直した、一塁はセーフ。オールセントラルピッチャーを交代します。左の岩崎、オールパシフィック相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、外れた、ボール。第2球打ちました、一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ、投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、次が5球目、カットボール、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げた、初球空振り、少し意識しすぎたか。1球目空振りからボール、投げました、外、外れてボール。一塁へ牽制球を送ります。第4球を投げました、スラーブ見送ってストライク。さあ次が最後の投球になるか。追い込んで投げました、打ちました、ノイジーボールを取る、アウト、ゲームセット。オールセントラル見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように5対0オールセントラル勝利しました。実況担当は堂前秀夫で、バンテリンドーム名古屋よりお伝えいたしました。